こいつ大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまり論二の前はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。アテレコはしない。こんなやつ認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り移して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーパーゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ？最高だ。回ってるか。よし、行くぞ。ちょっとどいて。しまって。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに？資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ？別に。今度のシナリオは？廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い、お決まりさ。この家はいつから廃墟だって？3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど。息子のルーカスは悪い噂が多い不良だったらしいな。ああ、なんだよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。病気になっちまうけど、まあいい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、アンドレ、アンドレ、クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？ったく、何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の、聞いたか？アンドレ、どこ行った？アンドレ、どこにいるんだ？なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。先に行け。俺がはしごを降りるから、その絵を撮るんだ。だから、先に行け。見えるか？なんだ？
Oh, my God.